はい、さい、沖縄の鈴木です。さて、なんかね、家を作る、拠点を作る、クリエイティブやるって言っていながら、はい、今回は、またここに戻ってきちゃいましたね。はい、経験値トラップ。今回はね、だいぶここで、前回の動画の後も、ちょっと改造して、まあ、こんな感じにしてね、経験値稼げるようにしてたんですよ。ただここまでやるとね、なんかいろいろとちょっと欲が出てくるんだよな。なんか他の人の動画で見たら、ピストン使って、ちょっと相手をもっと痛めつけてしまうという仕組みがあったんで、ちょっとね、今回はそれを作ってみようかななんて考えております。ただ、ちょっとね、動画を詳しく見ていなかったんで、まあ、多分こんな感じかなっていう。まあ、とりあえずまず、ここをね、塞いで、あれ？よいしょ。はい、塞いで、間違ったところに行っちゃった。はい、これで作業できるかな。はい。うん、ちょっとね、ピストンを置くスペースを、作業スペースを作らないとね。こんな感じかな。もうちょっと。頭の上が狭い。もうちょい広げないと。石炭発見。石炭も取っとくぞ。あれ？明るい？え？やべえ、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 水、水、水、水。よいしょ。よし。いや、よくない。大丈夫かな？もうちょっと。あ、また。いくっす。よし。はぁ、焦った。こんなところで燃えてしまったらシャレにならない。はい。ちょっと上からなんとかしようかな。まあ、とりあえずちょっとまず必要なものを作ってきます。粘着ピストン。はい。作るにちょっと木が足りてないんで、木を取って、この廃校で木をもらってこよう。で、スライムボールは海底神殿で持ってきたのがあったので、はい、作ります。確かに木を、ちょっと粘着ピストンを4つ作ろうと思うんで、まあ、こんな感じかな。それから鉄。で、あれ？あ、違った。ここ。これをね、はい、こうです。レッドストーンが必要だっけ。で、この普通のピストンのところに、はい、スライムボールをちょんと置くと、はい、粘着ピストン出来上がりです。それから、よいしょ、とりあえず、はい、一旦下に降りて、ここ目もあるんだよな。で、粘着ピストンを、あ、そう、はい。こんな感じで設置すればいいかな。ちょっとガラスが邪魔になったのとかさ。それで、よし。そうすれば、音出れない。そうすれば、ここのやつがガッと押されて、はい。っていう感じになるので、ちょっと後ろに、うっちょい、そうだ、すっかり忘れた。ちょっと待てよ。はい、ちょっと一生懸命。ちょっと待って、またちょっと一旦上に戻って、休憩です。はい、ちょっと足りてないものを作ってくる。どうしよう、下も。ちょっと今パニクってますね。それから、あれ。なんだっけ。あれ。リピーターを作ろうと。それで、あれ？リピーターこうじゃないっけか。あれ？うっ！間違えました。リピーターは石ブロックです。なので、かまどで丸石を焼いて。はあ、びっくりした。はい、クリーパーの爆発でライフ1になりましたけど、なんとか、はい、この辺りのものを拾ったりして復旧しました。それで、石で、レッドストーントーチで、レッドストーン。はい、これでリピーター、出来上がり。リピーターも念のためにもう1個作っとくか。それで、ちょっとトーチもまた足りないかもしれない。作っとく。やっぱり音なしでやってると、はい、びっくりするものになりますな。はい、やっぱりマインクラフトはヘッドホンでもいいから音やつけとかないとやばいっす。さて、あとはレバーか。レバーを使って、はい、で、地下を30分ぐらいかけて整地しました。はい、水を流しまくって、なんとか、こんな感じで、やってたらね、ここにダイヤ発見。はい、なんか、嬉しいっすね。マグマの近くにダイヤってあるのかなって感じで、はい。いや、よかったよかった。ちょっとこれ撮ってる最中にマグマ出てきませんように。はい、大丈夫です。よし。で、ちょっとここ、もう少し広げて、ま、こんなもんかな。それで、ちょっと回路をね、引いてきます。ただいろいろと忘れ物があったんで、はい。ガラスを作ってくるのを忘れたんで、ちょっと遠くのかまどまで行って、ガラスを焼いてきました。で、とりあえず、回路の方も、あんな感じでいいのかな、引いときました。で、よいしょ。これでガラスをやって、塞いどいた穴を、破壊。よし。で、押してきた。よし。というわけで、スイッチオン。あれ？あれ？ダメージ、食らってないよね。ちょっと試験。これで、あ、まあいいや、あままいこう。あ、そっか。よし、いきます。で、いきます。お、ダメじゃん。つまり、上のところではダメージ与えることはできない。そういうことっすかね。あらま。というわけで、ちょっと設計から見直して、またやり直します。それではまた、次回お楽しみに。